大人気ドラマ北の国からで活躍した俳優の田中邦衛さん。2021年にこの世を去りましたが、それ以前よりメディアには出演していませんでした。晩年、田中さんはどのような生活を送っていたのでしょうか。引退説の真相とともに詳しく見ていきましょう。ささやかれた引退説。独特の語り口や人柄から多くの人に愛された田中邦衛さんは2021年88歳で亡くなりました。最後は家族に看取られながら息を引き取ったといいます。田中さんは2010年映画最後の忠臣蔵で奥の証言役を演じて以降、俳優としての仕事は受けていませんでした。オファーは来るものの、長台詞が入らないという理由で断っていたそうです。関係者によると、田中さんは、俺もう引退したんだ、昔に比べるとセリフが覚えられない、年だし俺ができる役はもうないよと寂しそうに語っていたといいます。この頃はまだ認知症の症状は出ていませんでしたが、加齢から来る記憶力の低下によって長いセリフが覚えられなくなっていたようです。田中さんが最後に公の場所に姿を見せたのは2012年に行われた俳優地井武夫さんのお別れの会でした。その時は北の国からで息子役だった吉岡秀隆さんに脇を支えられながら歩き、祭壇の前で地井さんに向かって、おいら信じられない、会いたいよと語りかけました。その後、週刊誌によって田中さんの俳優引退が報じられます。この報道を受け、取材に応じた妻は、体力的に厳しいという理由からオファーを断っていることを明かしましたが、別の週刊誌が取材に行った際には、妻が田中さんを守るように遮ると、引退はしません、今現在田中邦衛は元気でおりますと説明したそうです。しかし後日、再度電話取材に応じた妻は、現在は体力的に厳しいとオファーを受けていない事実を認めました。そして演技をする夢は夫婦二人でずっと持って生活しています。引退も何も田中邦衛の人生そのものが役者ですからと語り、引退ではないことを強調。2015年に北の国からのプロデューサーを務めた中村俊夫さんが亡くなり、葬儀が執り行われた際には、同ドラマの出演者が多く参列する中、主演の田中さんの姿はありませんでした。身体的に厳しいものがあったのだと推測されますね。引退後の生活は、2010年を最後にメディアに出なくなった田中さん。神奈川にある自宅で穏やかに暮らし、車椅子生活になる前は近所の老人会の集まりにもよく顔を出し、カラオケを歌ったりフラダンスをしたり、記念撮影にも応じていたといいます。サービス精神が旺盛で、北の国からのセリフを披露するなど、俳優として多くの方を喜ばせていたようです。駅前のジムに通ったり、遠くまで散歩したりする田中さんの姿も見られ、近所の小中学生の登下校の見守りでは生徒みんなに声をかけていたといいます。しかしそんな生活も2015年に入ると体調を崩し、一変していきました。晩年の闘病生活は、田中さんは2015年に高熱で入院後、歩行困難になってしまい、車椅子で生活することになりました。自宅での生活が困難になったため、自宅から車で20分ほどの介護付き有料老人ホームに入り、リハビリ生活を送っていたそうです。老人ホームでも車椅子だったため、全てに介助が必要で、食事を飲み込むことも困難になっていましたが、
意識はしっかりしていたといい、しっかり足を直して自宅に帰ってくると意気込んでいました。懸命なリハビリもあって、2017年には念願かなって自宅に戻り生活をすることになりましたが、この時期からすでに認知症の症状が出ていたといいます。そのため、やっと自宅に戻ることができた田中さんですが、自宅から外へ出ることは難しい状況でした。妻は症状は以前よりは良くなっていると話していましたが、近隣住民はここ最近田中さんの姿を見ることはなく、元気な姿を見たのは随分前。田中さんの体調は回復していません。認知症もかなり進んでいるようで、家に引きこもりきりで、外には全く出てこないようですと話していました。そして2021年、家族に見守られながら息を引き取りました。子供の活躍。田中さんには二人の娘がいます。シャイな田中さんは実の子供たちにも面と向かって喋るのが苦手で叱ったことは一度もないそうです。長女の田中純子さんは超エリートで国際的に活躍している NHK の職員であることが判明しています。純子さんは上智大学に在学中、アメリカのジョージタウン大学へ一時留学し、大学卒業後 NHK に入職しました。国際部からワシントン DC 特派員、国際部サブデスクとキャリアを重ねると、女性初となるワシントン支局長も務めました。2020年からは広報局長に就任しています。田中さんは生前、俺って本当に恵まれていると思いますよ、妻と二人の子供に恵まれてこんな顔して役者で飯を食わせてもらっているんだから本当にラッキーですよと語り、家族に感謝していました。昭和を代表する俳優田中邦衛さん、代表作である北の国からでの五郎役は多くの人の心に感動を与えましたよね。引退後は辛い闘病生活になったようですが、自宅で家族のサポートを受けていたようです。天国でかつての俳優仲間と楽しく過ごしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。